伊東市では夏の風物詩松川たらい乗り競争が行われ、会場は笑いにあふれました。このイベントは伊東市の夏の観光の幕開けを告げるもので、市の中心部を流れる松川で大きなたらいに乗った参加者がしゃもじで水をかき、川下りの速さを競うレースです。今日はあいにくの曇り空となりましたが、市民や観光客など213人がレースに参加し、400メートル先のゴールを目指しました。お母さんどうですか？あ、笑っちゃう。頑張ります。4回目です。4回目ですか。とにかく落ちないことを目標にしたので落ちなくてよかったです。今年は男女のカップルが連結されたたらいに乗るレースも実施され、会場には笑い声が響き、例年にも増して大いに盛り上がりました。